はい、皆さんこんにちは、アーチェでございます。ピシャーチャーチのバーリングポイントパート3ですね、やっていきたいと思います。前回はですね、旦那さんにね、ヘレンの旦那さんにブドウルフに電話をしました。で、話を聞きましたので、ルーラという、薬をヘレンさんが飲んでたよと、風邪薬ね、というわけで、まあ、これはね、ドラッグストアのロブに会いに行くしかないですよね。はい、本当に嘘悪いですね、ロブに声をかけてみましょう。いやー、おお、駆け出しかなんだと。ルーラって風邪薬あるかなと。風邪、バカはひかんと言うけどな、よかったじゃないか、ほれよとね、一言多いですね。それどうもご親切にありがとうさんと。店内見てみましょうか。シュシュ、雑多な商品が売れ返ってるでいいのかな。他なんかあるかな。いや、元気かいと。そっちこそ操作進んでるのかと。はっきり言って難しい。気がついたんだけど、探偵店内のルルゼを商売にしているんだ。ほんまか。いつも眉間に醤油してるんだろうと。そう、だから時々拳銃をぶっ放さなきゃいられなくなる。ははは、でもお前さん、拳銃持ち歩かないんだろと。ああ、ということなんですね。まあ、他の場所行きましょうね。ここで何かあるとすれば、あとは死体工事所かな。まあちょっとね、デイビスの店に一息つきましょうか。まあ流れ的に言うとね、あとはあのじいさんね、死体工事所のね、じいさんにルーラを見せるね。なんかドラクエみたいですね。デイビスさんの店です。さて、ですね、二人に話しかけようと。ここに来るとほっとしますよ。どうだ、調査は好かれるだろう。どんなと、そんな時あったかいジョークが必要だ。ある親子の会話。お母さん、ウェディングドレスはどうして白いの？それはね、女の人の人生で一番美しくて幸せな時だからよ。そして娘はまた聞いたと。じゃあどうして男の人は黒い服を着るのと。今のジョークは、あ、面白かったと言ってあげましょうね。ははは、デビューさんはジョークの天才だな。笑った笑ったと。皮肉かってね。これアメリカンジョークなんでしょうかね。持っているものを確認しましょうか。まあ、の前に店内見ましょうか。コーヒーを入れる香りが心地よいと。ここはルーラーをお見せしましょうか。今持ってきたのは風邪薬、ルーラー、依頼時にフィストバグ、最後でヘレンの写真、探偵許可証だと。あれ？あ、確認か。あ、そういうことね。確認なのね。さあ、じゃあね、死体工事所行きましょうか。あ、もうこの人いきなり会えるのね。まあ、左手に持ってるのはメスなんでしょうかね。ロコエルの話しかけましょう。なんだね、死んだな、彼女の、あ、死体の彼女でもできたのかと。さて、もう仕方ですね。フィストバーグさんにいらっしゃる消費者の確認について聞き込みしてみましょう。消費者の身元確認はどういうふうにするの。あ、これ聞いたね。ホテル重ねなどで大抵、飛ばしましょう。はい、この辺は読みましたね。ティビアのこともそうですね。呼吸器、薬物についてはもうこれも変わってないで、さっき見せることが肝要なんでしょうね。証拠品についてですね、風邪薬、ルーラーね、風邪薬、ルーラーですね。ヘレンさんは当然これ飲んでいましたと。早速分析してみよう。これもらっていいかねと。どうぞ。あとね、ヘレンさんの写真も見せておきましょうか。あら、あ、そっか、スペース教しちゃったのに、今私ね。ヘレンさんの写真ね。これがヘレンさんです。おー、だけ？ほんまかい？おー、あ、だけか。あとは、まあ、あとは、こんな見せても知らないですね。僕は、週公認の私立探偵です。この教科書を提示された市民は探偵に協力しなければならない。ほんまかいな。アメリカってそうなんですかね。そんなこと言ってもだな、わしの仕事は死体鑑定なんだ。お前さんの事件には関係ないと。そりゃそうですね、と。証拠品について。あ、これだけか。聞き込みしましょうか。薬ね。はい。早速薬を分析してみよう。時間はかかりますか？これはすぐにわかる。今日は無理じゃが。あ、今日は無理なんですね。今日は無理なんだったらもうここには用はないと。で、
あとは、はい、おさらばですね。とりあえずはおさらばですね。で、多分じ、あ、そっか、時間を進めるのか。これは積むのかな。まあいいや。大変参考になりました。何かあったらまたお願いします。よっしゃ、ということでね。ああ、これはあれか、ゲームオーバーがあるパターンだね。今日の調査で分かったことは、七面鳥の、あ、なんか俺これやっぱやってるわ。これ間違えたらなんかあかんのね。ああ、これ、あ、やってるわこれ。謎の死体から薬物反応が出た。ですよね。そう、死体の女性は薬を飲んでいたらしいが、成分は不明だ。そしてヘレンは風邪薬を飲んでいたですね。そう、ヘレンも薬を飲んでいたんだ。そしてその上、従業員に行方不明はいないが、宿泊客に行方不明者がいる。従業員はいないですね。ああ、これはおさらいになるんですね。ということで、従業員に行方不明者はいないが、宿泊客に行方不明者がいるということですね。いるんだったらこんな苦労はしない。あら？あ、行方不明者いないのか。ああ、行方不明者いない。そう、状況なんだかフィストバーグ夫人に不利な気がすると。それでは明日の調査は、ヘレンが死んでいる証拠集めを諦めず、ヘレンが行方不明者の可能性を探る。いやー、調査を打ち切り、ヒストバーグ氏の板に一人力が進む。いや、これはヒストバーグ氏の言う通り、ヘレンが死んでいるのを死んでいる証拠集めようですね。薬物検査結果が出るまで希望は捨てない方がいい。え、そういうこと。あ、誘導してくれるのね。なら諦めずに、ヘレン以外に食い目じゃない、うん、そうですね。そう、薬物検査の結果を待とう。第2章、彼女は消失したということですね。悪党はもう一人の行方不明者。さあどうしようと。ここはね、まず結果を聞きに行くべきでしょうね。ここは状況推理をしましょう。死体から出た薬物の成分は分かったかなと。うん、そうですね。やっぱりそういうことなので、でまず移動して、死体工事ですね。お、ホテルの火災現場行きになりましたね。色の使い方もほんまスナッチャーにそっくりですね。死体工事にやっていたロックよりの話しかけよう。こんにちは、スティールです。薬物検査の結果が出たぞと。周囲の様子を観察しましょう。何度来てもやっぱり暗いとね。ロックウェルの話を聞きます。引き続きね。そうですね、検査で薬物についてまず聞くべきですね。薬物検査の結果出ましたか。聞いて驚くな。薬の成分はコカインじゃったと。コカイン、麻薬ですか。最初から気になっていたんだ。この症状したらどう見ても損傷がひどすぎる。麻薬のせいで骨がもろくなっていたんだな。だから普通なら 2,3 日でできる検査に1週間もかかるんだ。そうだったのですか。おー、ということはコカインだったということなので、どうなんでしょうね。コカイン、この場合どっちを聞けばいいんだろう。ヘレン以外の行方不明者、あ、これはでも厳しいでしょうね。死体からコカインが出たとすると、焼死体がヘレンさんでない可能性も出てきましたね。そうなのかな。わからんぞ、コカインはない。エリートや上流の連中もやられているからな。安心できんぞと。うん、そうね。やっぱそうでしょうね。とりあえずコカインが出たということがわかりましたね。さあ、これは、これセリフ変わらないでしょ。あ、変わってるわ。焼死体はコカインの常習者だったというんですかと。これは相当の常習者だな。そうでなければ焼死体がこんなにひどく壊れたりするもんかと。ということは、これを聞くには誰だ。
ルドルフかな。まずルドルフ、いや、あでもルドルフ出かけられたらかなもんね。さあインターホンを押しましょうか。周囲の状況を見てみてですね、はい、変わりませんね。じゃあインターホンを押しましょう。ごめんください、スティールです。いや、また君か、何の用だと。めげずに、めげずに周囲の様子を見てみましょうかね。静かな緑に囲まれた環境にいいところだ。あルドルフに言わん方がいいのかな。焼死体から検出された薬物について聞いてください。鑑定中の焼死体からコカインの反応が出ました。なんだと、本当か。ヘレンさんはコカインを常習していたのですか。彼女に限ってそんなことはない。となると、もう一回聞いてみましょうか。ロックウェル検視官の話ではコカイン常習者は幅広い層にいるそうです。うん、セリフが変わってますね。ヘレンさんが大丈夫だという根拠はありますか。彼女は大学時代に薬物乱用防止の運動をしていたんだと。そんなこと絶対にあるわけがない。もう一度聞いてみましょう。あ、セリフ変わんないですね。はいはい、はい、変わりませんね。となると、ヘレン以外に行方不明者にいる可能性について、焼死体がコカインが検出されたとすると、死体はヘレンさんではないかもしれませんね。根拠もなくそんなことは言えないでくれ。ヘレン以外に行方不明者いないじゃないかということで、彼はヘレンの死を肯定してるんですね。他に誰かいるというなら話は別だわと。これは多分ダメですね。ね、ということで、とりあえず見せてみましょうか。あら、あ、そっか、あのおじいさんにあげたのね。いや、もうここは無理なので次の場所に行きましょう。チャンピオンホテル火災現場、あの前に前足で警察署行ってみましょうか。それじゃ僕はこれです。僕はこれから事務所に出勤するから、何かあったらそっちに頼むよってことで電話ですね。あららららら、ら邪魔よ、どいてと。痛いなあ。ということで、あれ受付嬢じゃないのかな。ラデンチールさんお忙しいですかと。直接なんですね。いや、今終わったところでは全く近頃の連中はどうなさったのですかと。今の女何だと思う。オーベル風でしたね。随分乱暴でしたけど、コールガールだとよと。へえ、あ、今ので終わりね。父兄さんに会いたいなとね。周囲に気を配ってみましょう。刑事たちはそれぞれのデスクの上、未解決事件の捜査に取り組んでいるようだと。ラゼンチームに話聞きましょう。死体から検出された薬物について、今、死体工事場行ったら死体からコカインが出たというんです。よくあることじゃないが、この辺では珍しくないだろう。コカインラインは前から問題になっていますね。と、まあな。あんまりね、びっくりすることじゃないと。ヘレン以外に行方不明者がいる可能性についてですね。ヘレンさん以外に行方不明者は本当にいなかったのですかと。何べんもそう言っただろうと。行方不明者というのは宿泊者と従業員の中だけで調べたのですね。それ以外の、例えば外来者など記録に残っていない人が行方不明になった場合、どうやって調べますか。はっきり言ってどうしようもない。しかし考えてみろ。真夜中の3時だ。記録もなしに止まっているなんて無断宿泊者だ。空き家か何かならまだしも、あんなホテルじゃ透明人間でもない限りそんなゲートはできんと。透明人間、お前さん透明人間を探すといいのかね。そうですね、確かに透明人間はいました。お、それ誰だ。あのホテルにはいたんです。宿泊客でも外来者でもない透明人間がロビーにいつもたむろしていました。ほう、何言い出すんだろうね。ババア、あ、じゃあババア違う、母は分かったぞか。ババアって呼んじゃった。あればっかりは記憶には残さんからな。なんだろう。もう一度聞いてみましょうか。ああ、セリフ変わんないですか。ね、変わんないですね。透明人間か。
すごく気になるね。あ、コールガールか、違うのかな。ね、ああ分かったぞ、あればっかり記憶には残らんからなとね。やっぱそうね、これね、コールガール組織というは大抵決まったホテルと専属契約を結ぶんですよね。チャンピオンホテルの専属契約組織はどこでしょう。俺は知らん、ホテルの方で聞いてくれということで、ホテルに行く条件が揃いましたね。というわけでね、ちょっと時間良くなったのでこの辺で終わっておきたいと思います。 PC88 のバーニングポイントパート4ですね、この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。